ンネル。はい、今回のテーマですね、聞く気が起きない NG の話し方です。仕事も学校もですね、オンライン進んできて、ただでさえ物理的距離が離れているので、間違った話し方をしていると余計に相手に伝わらないと、聞く気すらなくなってしまう、そんな NG な話し方というのをご紹介します。まず聞く気が起きなくなる話し方をしている人の特徴を運営がまとめましたので、フリップで見てみましょう。と思いますと考えていますを多用する。国民の不安が高まる中で何かと不評を買っている S 首相ですが、会見で彼が繰り返す口癖がと思います、思っていますという言葉でした。30分の会見でなんと39回、一つの質問に7回もこの言葉を繰り返すシーンもありました。もちろんこれらの言い方は時々使う分には全く問題ありませんが、多用してしまうと説得力がなく印象も弱くなってしまうので注意してください。思っているだけじゃなくてエビデンスを用意しろと思われてしまうと。あと、ね、責任感なさそうですよね、思います連発する人ってね。続きまして2番目、させていただきますを多用する。営業の方に多いんですが、このさせていただきますを多用している人です。もちろん丁寧な言い方を心がけた結果なのでしょうが、これを多用してしまうとセリフ全体が長くなってしまい、堅苦しい印象を与えてしまいます。させていただきますはそもそも相手の許可を得ることですね、自分が恩恵を受ける場合に使います。例えば、今度の金曜日休ませていただけないでしょうか、これで今度の金曜日に有給が取れると大好きなアイドルのライブに行けるといった場合なら正しい使い方です。バカにしとるやろ完全に、そのこと間違ってんでね、敬語としてるんだからね。キムタクっすね、スマスマかなんかで拝見していただいて、その後なんとかさせていただいて、させていただいてって言って、キムタクかっけーって思ってたのに、なんかちょっとそこで幻滅したんだ確かに芸能人の人って結婚式で結婚させていただきますねそれはファンいっぱいいるんだから許可いるからじゃないですかそして3つ目ですね、相手が話し終わっていないのに割り込んで話す。例えば僕が日の丸さんを褒めるとしますと、今日の服とても良いですね、どこで買ったんですかと言いたいところ、日の丸さんがとてもいいあたりで、ありがとうございます、〇〇で買ったホニャララってブランドなんですけど、すごいお気に入りでと話し始めたら、もう褒める気が起きます。まあ確かにそうですね、これ結構オンラインだとありがちですよね、若干タイムラグあるんでね。僕もさっきちょっと商談してたんですけど、すいませんみたいなのが2回ぐらい発生しまして、もうオンライン何度やってもね、これは多少なくならないですけど、気をつけましょうと。そして4つ目、淡々としすぎている話し方、特にオンライン化が進んでいる今、淡々としすぎた話し方は耳に入ってきにくく、印象にも残りづらくなってしまいます。伝えたいことがある場合は、抑揚メリハリを意識して演技するとまではいかないまでも、普段の話し方よりも明るめの自分を意識しましょう。株元さんと熊谷さんもこの他に、話を聞く気が起きなくなってしまう人の特徴とか何かありますか？話が長い、長いのはもうこれがこうでこうなんですけど、そこからこうなってこうなって、話長いのは軽犯罪ぐらいのレベル。いやそうですね、摘発した方がいいですよね時間泥棒ですからね、結構自分の普段の会社の仲間とかと飲んでたりすると、僕らそれが共通言語になっちゃってるから、話長いのダメっていうのが、話長いやつあんまいないんですよ。長かったら長っていう雰囲気になるんでその環境で飲んでると、そこのフラストレーションたまんないんですけど、はい、そこにたまになんか全然関係ない集団とか知人の知人みたいなのが混ざってきた時に、そいつの話長いと、あ、やっぱ世の中こういう人結構いるんだなって思っちゃってで、みんななんかその僕の後輩とかも、その人が話長いの分かってるから、株元の機嫌悪くなってないかって後輩もなんか僕の顔色を見るようになってきてみたいな、さすがに僕も初対面の人には言わないですけど、はい、あ、この人はこうやって今まで30年間とか生きてきたんだなって思うと、いろんな人に迷惑かけてるから、やっぱこれはもう摘発した方がいいですね。逆にこう日の丸さんが、例えば男の人に声かけられて聞く気が起きないなっていう人、なんかどんな特徴がありますか？すごいさらっとしてる方が僕らしくて、しつこいのパターンどんな感じですか？お願いお願いみたいな、お願いお願いって言ってナンパしてる人あんま見たことないな話長いその特徴として、興味もないのにその話の前提条件とかエピソードとか登場人物の出身のなんかエピソードだったりとかっていうのを全部こう説明しようとするんですけど、聞き手側からしたら別にそこ興味ないよって話もやっぱ説明したくなっちゃうんですよね、っていうのがまず話長い人のパターン一番多いやつです。でもう一個あるのが、同じ話を2回するっていう、これはその言い方を変えて2回話すと間が持つんですよ。僕が例えば2回言ったら間が持つんですよって言った後、結構やっぱり2回言うことで自分のなんか自信のない余白を埋めることができるんですよって、もう1回言うと、この2回によって僕結構充実したなんかこう間を持たせることができるんで安心するんですよ話と。でも実は聞き手側からすると、些細な2回の繰り返しも薄まって見えるんですよね、1回の方が。パシンと1個結論言ったら沈黙に耐えるというか、その弾力みたいなのを身につけた方が実は会話としてはスムーズになるんで、周りに耐えられる男になった方が話が結局短くなるよっていう、そういうことを意識するといいと思います。空気読める人は沈黙を埋めようとしちゃうんですけど、
ど、レベルアップしていくとその沈黙耐えられないのが小物に見えちゃうっていうのがあるんで、うん、沈黙に耐えられるっていうそのスキルって結構大事だなと思ったりします、うん、続きましてでは逆に自分の話を聞いてもらえないなと感じた時に考えるべきことについてお話します。まず考えることはその人が誰の話も聞かない人なのか自分の話を聞いてくれない人なのかですね。そもそも誰の話も聞かないような人であればこちらでは直しようがないと。ですがあなただけの話を聞かないのであれば原因はあなた自身にあると考えた方がいいです。テーマ1でお話ししたような行動を取ってしまっていないか今一度見つめ直してください。最後にですね、声の高さ×スピードの組み合わせで相手に与える印象の違いを見てみましょうと。運営が遊び心で内定チャンネルメンバーはどんな話し方をしているのか顔が載っていますね。ついに運営も顔出しを分からん特に上の段のこの並びの序列が分からん。池田さん早くない？結構俺らが早いから合わせてくれてるのかもしれない。当社多分代表が地球最速クラスに早いのでその周囲にいる我々は必然的になんかこう勝手にスピードが上がっていくっていうなんか環境依存ですね多分ね。ということで皆様ね、ぜひ伝えたい印象を意識して声のトーンや高さですね、こちら練習してみましょう。まあね、無理に変に低くする人は見たことないですけどね。お母さんとかがね電話出るときちょっとワントーン上がるのあるじゃないですか。なんかワントーンわざわざ下げてるシーンは多分なんか人を脅したいとか以外でないと思うんで、なんか下げるのは難しいかもしれないですけど、この話し方スポーツと同じで練習次第でいくらでも改善できるらしいので、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。